GG。 お前またハンコーラってない。すいません、本当はもらいたかったんですけど。うわープール入りたかったな。うわー、あーすいません、あーどうもすいません。みんな飲む、はい。いやー、泳げる。キコさん、今回もハンコ忘れては困りますよ。これでいいかしら。あ、はい。ラムセ君、もう次の授業頑張れ。ヤエちゃん、今から私が臨時コーチよ。はい。いやいや、さすがにそれはお母さん。ああ、みんな、臨時コーチの担当だ。拍手。さあ皆さん、まずは 1000m 自由形、よーい。足がつった、足がつって動けないよ。じゃあ、ヤネちゃんをつってあげましょうかしら。うまいもん。やったの授業は終わりです。明日も私が来るからね。おや、何してんだよ。これで水の抵抗が少なくなったわね。もう水泳行きたくないよ。あ、ほら、塩素で髪が明るくなってる。これじゃ学校行けないな。あら、そう。じゃあ学校休んでお風呂で遊びましょうか。はい、じゃあこの針持ってね。じゃあ行くわよ。それ、はいはいはい。うわほら、黒髪になったわ。なんだよこれ。明日も頑張りましょうね。お母さん、本を書いて。いいわよ。すごい。じゃあ学校行ってきます。え、おはよう。あんた、さっき学校行ったわよね。は、行ってないよ。え、じゃあ誰なのあいつは。口から炎ね。なるほど、男はスパイだった。ポセイドン暗号か。一週間以内に家族を作り、イーデン校に入学させ、機密情報を手に入れろ。なるほど。おお、よく来たね。どれでも好きな子持ってってくれ。6歳の子を探しているが、この子はどう見ても25歳かそこら。めっちゃ。いや、身長が178センチくらい。ほら、小さい。何言ってんだ。こんなやつじゃこのスパイミッションは成功しない。特殊スパイ、みんなに知らせるぞ。細神家を襲った情報作戦やコードネーム黄昏のこと、それと、おい、なんでそれを知ってるんだ。いいから私、持ってきます。は、はい。少女は超能力者だった。トキワシティってどこだろう。あれ、チックショー充電切れだ。これもダメか。そうだ、ピカピカ。あ、充電器ゲットだぜ。おい、サトシ、いい度胸してるな。少しは我慢してくれよ。うわ、交通費500円もかかんのか。どうしよう、お金ないな。いいアイデアだ、乗った。高速充電無料で行ってます。いかがですか。ピッピカチュウ、お願いします。どうぞ。ありがとうございます。ピカチュウ、10万ボルトだ。ユキチ、ゲットだぜ。ピッピカチュウ。おい、この寂しい。おい、ピカチュウ、助けろ。ピカチュウ、ピカチュウ、おい、ピカチュウ。おい、サトシ、今日の飯は。今日は極上のワザマシンを持ってきたぞ。破壊光線だ。またワザマシンかよ。
じゃあ何が食いたいんだよ。うな重。魚が食いたいのか。あ、コイキングだ。ピー、今日の晩飯は決まりだ。ピカチュウ10万ボルト。ピッピカー。ピー、いけ。くっそー、まだダメージが足りないようだな。まだ足りねえか。おい、さすがにそれはやりすぎだ。どうだ。こいつもう死んでるぞ。てめえよくもやってくれたな。タイムタイムタイム。節約のためペットボトルになって美容院はタダで済ませています。よろしくお願いします。はい、それじゃあやっていきますね。美容師さんがイケメンで緊張します。それじゃあ髪の毛鳴らしていきます。はい。私はイケメンを前にすると顔がアチアチになってしまいます。パニックになってしまいました。落ち着け私。じゃあ早速着ていきますね。はい。押し切る？うん。もっと顔を近くで見たいな。前向いてもらっていいですか。本当にすごくイケメンだな。ああ、前向いてください。ああ、じゃあシャンプーしましょうか。そしたら、あちらの方に。ショートヘア。好き。爪の。じゃあ、はい、じゃあ、3mm でいかないね。そしたら、椅子、倒しますね。はい。今日、寒かったですが、ね、大丈夫でした。私の心は、とても温かいです。はい。そしたら、シャンプーの方、していきますね。接客業は大変です。お兄さんのために、私もお兄さんを接客する気持ちで臨みます。そういうところございませんか。はい。昔から両親には大きくパキパキはいお家と教わりました。熱い冷たいはございませんか。はい。気持ちのいいはいは周りを元気にさせます。元気の循環です。飛ばさないでくださいね。はい。そしたらドリアの方はアシスタントに代わってもらいますね。はい。お願いします。私は若い女が大嫌いです。あ、え、お姉さん、ほっぺに蜂がついてるわ。すいません、ドライヤーお願いします。あれ、アシスタントはどちらに行かれました。なんか逃げちゃったみたい。あ、わかりました。じゃあ自分がやりますね。お兄さんとの空間が生まれました。今日も一日元気に過ごせそうです。あ、前向いてください。ありがとうございました。また来ますね。